カゴメはトマトと魚介を使ったイタリアンの新メニュートマトパッツァを紹介するランチミーティングを2月16日東京六本木バールデルソーレで報道関係者を招いて開催しました。冒頭、カゴメ小林博久常務執行役員マーケティング本部長は、毎年当社はトマト料理メニューを一つに絞って念頭に紹介しているが、今年は業務用トマトソースを使ってトマトパッツァを提案したい、ありそうでなかったイタリアン料理として味わってほしいと挨拶しました。続いてソリスアグリトゥーリズモオーナーシェフ馬場慶太郎さんは、トマトを使うと魚の臭みが消える、旬の魚や野菜にトマトを入れて鍋で煮るこの料理は日本人に受けるでしょうと語りました。バールデルソーレ六本木店シェフ椎野さんは、鍋一つで料理ができるのでどこのレストランでも味の統一性を保つことができ、万人受けするでしょうと絶賛しました。テーブルについた報道関係者は、出来たての温かいトマトパッツァを試食しながら、特別ゲストの講談社デジタルメディアフォルツァスタイル編集長千葉義正さんと馬場慶太郎さんの息の合ったトークセッションに耳を傾けていました。小林本部長にお聞きしました。トマトソースのですね、メニューの、浸透を図るためにはどうしてもですね、外食の体験っていうのが大事だというふうに思ってるんです。そこで今回カゴメではですね、業務用フードサービスの、業界の方とですね、家庭用が一緒になってですね、一つのメニューをプロモーションするということでですね、トマトパッツァというメニューを浸透させることによってトマトソースを普及させていきたいと、こういうふうに考えております。椎野シェフにお聞きしました。もともとはカゴメさんでこういうものを開発して売り出そうという話をもらって、でベースは普段作ってるアクアパッツァみたいなものをベースに、でカゴメさんのスーゴディポモドールを使って美味しく調和の取れた味に仕上げようと思います、はい、やっぱトマトの赤が映えてます。食欲の赤っていうのもあるし、一般の人たちには受ける料理に仕上がっていると思います。